Let's go!
ね、今日バッティングに関してはさ、チームのこと考えなくていいっていう話したけど、守備に関してはやっぱり2ストライクとノーストライク同じところ守ってちゃいけないし、外野でまた外野手が動いたらそれをちゃんとショートセカンドに伝えなきゃいけないし、内野手もちょっと俺こっち寄るよとかショートセカンドの会話何回か聞こえたけど、それから最後ピッチャーがフォアボールちょっと出した時にサードファーストはピッチャーを一人にしすぎやし、やっぱり必要な声掛けって絶対あるのね。それをちょっと明日もう一回試合あるからね、必要な声掛けを必ずするってことをちょっと一つ課題にしてやろう。で、特に内野手、ピッチャーがピンチの時にピッチャーを一人にしないってこと、必ず声掛け合って何かプラスになるよね、こういう声掛けをしてる。 OK? OK、じゃあピッチャーと野手分かる。そらやつ何ですか。오늘뭐初부터적극적으로돌린건좋았던것같고한가지쓰리볼에치라고했을때그거를이제좀극단적으로포인트앞에두고인플레이타구를좀만들수있도록해줬으면좋겠다아까준영이가파울나왔는데준영이는예앞으로쓰리볼에공격적으로치라고했을때는인플레이타구만들수있도록하고또시합때는너무자세에신경쓰지말고자세는연습때만들어놓고시합때는투수랑싸움만생각하고타석에들어가면더좋지않을까그렇게생각합니다. 알겠습니까? 네! 네.